じゃあどうするか。じゃあ下の階段に行きます。下の階段行きましょう。うわぁ、やめてくれ、やめろ、その攻撃は俺に効く。よし、もう灯しながら行くか。大盤振る舞いじゃ、大盤振る舞いじゃて。えい、おらおら、さあ、すぐ切れた。なんでだ、今つけたばっかなのに。あのろうそくしけってる。マジでか、今つけたばっかじゃないか。何、同時につけても効果は伸びないのか。なるほどの、そこ消えた。よし、で、セーブ、ナイスセーブ。マスターキーを使った。うわー、いるー、いるー。ここは、あ、マスターキー。ボロボロのカーテンやの。あ、やつに会える。ナーシサス、エドワード、 YouTube 見てくれてありがとうね。大広間を通ってこっちに来てみたけど、どこにいるんだい。ごめん、幽霊が襲ってきたんだ。最初にいたエントランスにいるよ。でも化け物と応戦した時に床を壊したからもう通れないと思う。僕のミスだ、お前がやったのか。殺す気か俺を。ナーシサス、てめえ。いや、気にしなくてもいいよ。まだ彼女を見つけていないんだ。この屋敷から出るわけにはいかない。そうだ、僕も屋敷内を少し探索したのだけど、気になる鍵を見つけたんだよ。鏡台の引き出しに入れておいたから使ってみるといいよ。いたのか、ここに。分かった、ありがとう、気をつけてな。地下室の鍵を手に入れた。地下室か。じゃあクロちゃんどこ行ったんだよ。このゲームの紹介の絵ではクロちゃんとずっと冒険できる感じだったのに。詐欺ですよ、詐欺。スクリーンショット詐欺ですよ。なんだよ、幼女と一緒に旅できると思ったのに。幼女がいないじゃないか。幼女成分が足りてないよ、今俺に。マッチだ。スクショ詐欺です、スクショ詐欺。なんだよ、クロちゃんどこだよ。俺てっきりずっとクロちゃんと一緒だと思ったのに。あ、寝ましょうか。寝れない。寝れないよ。ん、これは？この仕事について2年目。奥様と坊ちゃんが行方不明になられた。2年目。これ、美容者か？春いらっしゃい。下心が垣間見える。常和いらっしゃい。旦那様は昇進のために職が細くなっている。私は何も力になってあげられず。心苦しい限りだ。違うな。行方不明になった後だから美容者じゃない。しばらく執事の仕事について記載がされている。奥様と坊ちゃんがいなくなって5年経った。5年。メイドが坊ちゃんの幽霊を見たという。趣味が悪い。この方は呪われているのかもしれない。旦那様は供養のために庭に墓を建てた。なぜかご自分の墓を建てている。もしかしたら医者から告知されてなくても死期を悟っているのかもしれない。病気なのか？で、地下室ってどこだろうか。あ、なんか読むんじゃん。熟読。熟読せんでもそんなに。多分そこはそんな重要じゃないよ。超熟読するやん。どこ、地下室ってどこだ？右じゃないよな。戻るべきだな、多分。うん、右は全部行った。で、マスターキーで開かなかったところを開けていこう。わあ！行こうか。確かあった気がする。1箇所か2箇所ぐらい。開いてないとこ。おそらくそこでしょ。おそらく。僕の勘が正しければ。で、もうマッチはもういくらでも使っていいから。こっちは行ったよな。もしかしたらあっちの穴が塞がっているなんていうことはありえないんです。あさみいらっしゃい。ここはもう何もないよな。よし。一応ね。一応気になるよね。灯していくか。もうマッチだって60本以上持ってるからね。使いまくっていこう。うん。ちょっと臆病になりすぎたな。ここは、あ、地下室の鍵やったぜ、合ってた。まこついらっしゃい。行くしててね。主権さんかの。えいっと。お、なに？スイッチがある。なんか怖いな。マッチだ。結構たくさん入ってる。15本もあるよ。15本もあるよ。すごいぜ。69本のマッチを持っています。持ちすぎでしょう。業者かな？マッチ売りの少女みたいな。マッチ売りの少女よりも持ってる気がするな。常に常備してある。じゃあこのスイッチ踏みまーす。えい。よく見たらボタンのようなものがある。押す。穴が開いたよ。お、なに？なにここ？なに？
地下にいるのかわからないけど、もうここしか探せる場所がない。風が吹き込んでくる。外に続いてるのか。すごく寒いな。今までの日じゃない。ん？怖い。あ、この先にいるかなんてわからないのに行かなきゃならないのか。え、いや行けよ。あ、あ、クロちゃん、クロちゃん、俺だ。結婚してくれ。なんで。あ、あ、何、色づいたよ。クソ、泣いてる場合じゃないだろう。進むんだエドワード、進め。あ、あ、ちょ、え、ここで帰ったらエンディングとかないですよね。あ、帰れた。ごめん。進め、灯せ、灯せ。うわ、血がついてる、血がついてる。このゲームはエンディング分岐とかない感じかな。そしてここはアマチだ。15本。妥当の84本だぜ。うわ、今まで使わなかったら100超えたのかな。めっちゃ持ってる。え、こんないっぱい手に入るってことは何だろう。ボス戦かな。おっと、あ、びっくりした。待って、え、え、何これ。塔にでも来てるのかこれ。さっきの入り口がなかった塔かな、これ。入り口のない塔に入ってる。ん、君はアルバート。血だらけ。ここから先は入ったらダメ。なあ、女の子知らないか。その子さえ返してくれればすぐに立ち去るよ。この先悪魔がいる。僕はずっとここで。アルバート、何が言いたいんだ。女の子、悪魔が僕に命じて生贄を渡し。アルバート、アルバート。ああ、そうだ、僕はアルバート、僕はアルバート、アルバートだ。悪魔を閉じ込めていたんだ。思い出した、アルバートって生贄って、彼女はこの先にいるんだな。おじゃー、なんだ、入れないよ、封印を施したから。なんだ、それを解いてくれないか。助けに行かないといけないんだ。ダメだよ、悪魔を封じないと父さんたちが殺されてしまう。もう死んじゃったんじゃないの。父さんが死んだことに気づいてないのか。なるほど、当時のままみたいな。母さんが悪魔を呼んだんだよ。このままじゃみんな死んでしまう。この屋敷の人間はもういない。あれから何年も経ってるんだ。君も死んでるんだ。死んだ、僕も。あ、足元見てみるんだ。足元、骨だ、死体。うわあ、君の遺体だアルバート。僕、君の母親は死んだ浮気相手を蘇らせるため悪魔召喚の儀式を行った。ほらね、合ってたじゃないですか。ほらね、生き返らせるための儀式。定番なんですよこういうのは、ホラーゲーの。大抵生き返らせようとするから。ホモンクルス、ホモンクルス。でもそれをした時は、儀式を止めようとしたんだね。死んでもなお一人で。違う、母さんは、え、母さんは僕を恋人の美老者にしたかったんだ。ふむ、え、だけど悪魔は僕に見られた。悪魔召喚の儀式は召喚者以外に見られてはいけなかったのに。あー、そうか、人払いをしろって書いてあったもんね、本に。伏線回収。悪魔は暴走して母さんを食らった。そして僕に取り付いたんだ。いや、正確には僕の中の美老者に取り付いたんだ。美老者いたの、体の中に。儀式は途中まで成功していたから。そしてアルバートである僕はここで悪魔封印の儀式を行った。命懸けでね。アルバート優秀だな。でも僕は力尽きて死んでしまったんだね。いや、この結果はずっとこの屋敷を守っていた。君は十分やり遂げたんだよ。ありがとう。僕の、自我は失われかけている。名前呼ばれてようやく自分を思い出した。君が探している女の子は、塔へ招き入れたのは僕だ。美老者と同化しかかってたんだ。君をこの中に入れるようにしてあげる。だから助けてあげてほしい。もちろんだよ、僕は彼女の声、うん、お兄ちゃんだからね、お兄ちゃんだからね。このまま上に上がったら死ぬ可能性が高い。ピアノの下にイリスの剣、イリス神の剣を隠してる。それをあげるよ。あと覚えておいて、悪魔に挑む前に全てのろうそくを灯すんだ。ん？どこのろうそく？じゃあね、お兄ちゃん、もう一人の僕に気をつけて。え？とりあえず、あ、最後の戦いに使うのかな？マッチ10本。今94本のマッチを。まあ、とりあえず素手で行ってみるか。素手で。淡く輝いている。触っても問題ないようだ。うん、とりあえず素手で行くかの。いやー、あ、すごい先だ。この先に何かいる。入る、いらん、剣とか。素手でいい、素手で。なんとかして助けないと。
素手で用意、素手で。うわ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 。でもフィリーズ人の剣持ってないけど、持ってないけど、だい早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 い。これでよし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 、あいじゃ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 い、うわあ、悪魔美老者。あ、うわあ、やれやれ、こんなことになっていたとはね。ナーシタス、ホーリー、ホーリー、え、なになに、え、いや、エドワード、いいところに持って行ったみたいですまないね。ナーシタス来てくれたのか、助かったよ。ナーシタスすげえな、ホーリー使えんの、白マテリア。父さんの容体を持ち直したからね。あとこんなにまがまがしい魔力、さすがに放っておけないでしょう。6歳、え、剣いらなかったってこと？え、意識がない。早くアンドリューさんのところへ行こう。剣いらなかったの？こうして僕の冒険は終わった。終わった！雨はすっかり上がっていて、僕たちはすぐに幽霊屋敷を後にした。モーンさんが言うには、近くの村に贔屓している腕輪職人がいるらしい。一旦そこで宿むことになり、休むか。僕たちはカトレア村へとやってきていた。剣いらなかったんですか？アンドリューさん、彼女の具合はどうですか？あ、大丈夫。特に体に異常はなかったよ。そうですか、よかった。アンデルさん、本当にすみませんでした。僕が目を離さないようにしていれば。君のせいじゃないよ、エドワード君。むしろ娘が迷惑をかけたね。すまなかった。おそらく、あの子が勝手な行動をしたのだろう。最近どんどんわがままになってね。いえ、そんなことは。おそらく寂しいんだろう。リリアンナと私は仕事につきっきりで、あの子とろくに会話もしていない。あ、奥さんか、リリアンナって。クロちゃんの本名じゃなく。君の前では笑顔でいるが、私たちの前では笑わないんだ。無表情ですね。そうなんですか？君の私の仕事を引き継がせたいが、今は無理だろうね。あの子には才能があるというのに。アンドルさんは娘さんに仕事を引き継いでほしいんですか？そうだね、あの子が望むなら引き継いでもらいたいかな。父とは違いますね。レイリクのことか？あれはな、単にダダをこねてるんだよ。ダダですか？父さんが？やだやだ！そうだよ、ダダっ子だ。本来の役目を果たしたくなくて、息子に押し付けているだけだろ？あ、確かに。エドワード、君は私たちと一緒にいるのが辛いかい？え？私はレイリックのバカより君の方がいい。父さんバカ言われてるぞ、いないところで。君は信頼できるからね。バカなの？アンドリューさん、息子の前で父親をバカ呼ばれするのもどうなんだろうか。霊力はどうにもならないが、君自身の意識を変える方法はたくさんあるんだよ。これからも私たちと旅をしよう。もちろん親しい友人として。はい、お父さん。アンドリューってまともなことも言えたんだね。んー、ナーシサス坊やか。ちびっこすぎて見えなかったな。すまんすまん。あおるあおる、ショタには厳しい。エドワードと僕とで態度が違うじゃないか。6歳児に大人げない。本当だよ、精神的可愛さの違いだろ。生意気な小僧に育ちようって。僕のどこが可愛くないんだよ。目が悪いんじゃないの？心の目で見たら、お前などカボチャだ、カボチャ。カボチャ。なんだか平和だな。はい。というわけで、ストーリーインザレイン。無事クリアしました。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったですね。And you!あの、剣はいらなかったんでしょうか？あ、え？エンディング1かな？ 3 の中の 1？ ノーマルエンドだって。え？エンディング分岐するんすか？え、じゃ、ちょっと、あの、剣取ってき、違うルート？え？なんだろう？はい、というわけで、ちょっと、わからない点があるので、次に続きます。分岐どこだろう？え、剣かな？剣取ってこなきゃいけないのかな？はい、というわけで、エンディング全部回収できないかもしれないけど、とりあえず、あの、剣取ってきたバージョン見てみましょうか。はい。この部屋のピアノの、あ、ピアノ、この下にイリスの剣があるのか？イリスの剣手に入れた。これで、エンディング見れるでしょう。あれ？イリスの剣、聖なる印が彫られた儀式用の剣、攻撃力は高くない。整備できますか？装備。あ、できる。あ、待って。攻撃力プラス10。精神攻撃がやばいな。
マジでイリスの剣を使って精神攻撃をするの？嫌味をネチネチ言うみたいな。この部分、ホコリが溜まってるわよみたいな。意地悪な姑みたいな。ホコリが取れてないやり直し。そんな、あの場所までカット。戻りました。イリスの剣を持ってき、待って。イリスの剣がない。あれ、これイリスの剣取ったよね。あれ、あー、よかった、ビューグレーした。装備してたからか。ごめん、ごめんね。そうか、びっくりした。取ってないデータで来たかと思った。恥ずかしい。どちらにせよ恥ずかしい。ありがとう、みんな。生放送でやっててよかった。一人だったらすごく恥ずかしかった。中に入る。決まらんな。決まらんな。決まらんの。でも、これ火つけてもいいのかな？火つけずに倒せるんじゃない？これ。ああ。やっぱダメだった。米さんか、ありがとう。だって火つけたらまたナーシス来るんじゃないの？あの出しゃばり。かっこつけし、かっこしいが。来るんじゃないの？やだよ、俺。ナーシスにいいとこ取られるの。俺がクロちゃん助けたいもん。俺のクロちゃんだし。やばい！よし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 。余裕っすわ。あれ？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 待って。あれ？あれ？あれ？えい。あ、お兄ちゃん、早く。僕が抑え込んでるうちに。わかったよ。このイリスの剣で。お、ほら、倒せたのか？ナーシサスが来ない。ありがとう、お兄ちゃん。いいんですか？いいんですか？僕が助けていいんですか？いいんです。よかった、息はしてる。人工呼吸、あ、うん。大丈夫、苦しくない？人工呼吸しようか。エドワードお兄ちゃん、助けに来てくれたの？うん。怖い悪魔いなくなったよ。私、あの子のこと助けたかったの。うん。あのね、あの子、エドワードお兄ちゃんに少し似てたの。だったら僕でいいじゃないか。だったら僕でいいじゃないか。なんで似てる子を追いかけるんだ。僕でいいじゃないか。は。一生懸命何かに我慢してたの。だから元気にしてあげたかった。でも何もできなかった。エドワードお兄ちゃんにも迷惑かけて。私悪い子だね。そんなことはないよ。君はいい子だ。本当？本当だよ。ありがとうお兄ちゃん。僕の放送ありがとう。お兄ちゃん泣いてるの？どこか痛いの？大丈夫。嬉しい時にも涙は出ちゃうのさ。そうなんだ。エドワードお兄ちゃんが泣いてるところ初めて見たよ。父さんたちには内緒だよ。うん。二人だけの秘密。よし。みんなが待ってる。行こうか。うん。りょういらっしゃい。いや、いい話。あ、まだ終わらんよ。まだだ。まだ終わらんよ。さっき見たのがノーマルエンドだったから。どうなるんだ、どうなるんだ。これ今何エンドに向かってるんだろう。まだ続く、まだ続く。さっきと全然違う。アルバートくん。アルバートくん。死んじゃったんだもんな。ここ行くのかな。あ、ほら、うわ、お兄ちゃん晴れてるよ。グオリ大佐城が遠くに見える。グオリ大佐城っていうのがあるの？本当だ。下には屋敷の庭が見えるね。僕たち庭に立っていた塔にいたのか。綺麗だね、お兄ちゃん。あの怖かった鬼はこんなに綺麗だったんだね。そうだね。お兄ちゃんなんだかすっきりした顔をしてるね。いろいろ自分の中で整理がついたからね。それでかな。僕さ、ずっと父さんの言うがままに生きていかないといけないと思ってた。このままつまらない人生を歩むのかなって考えただけでも辛かったんだ。でも違うって分かったんだ。確かに決められた道はあるかもしれないけど、僕が考えていたものじゃないんだ。広い広い道の上を歩いてるだけなんだ。だから僕はその上を伸び伸びと進んでいけばいい。お兄ちゃん、その道ってお空みたいに広いの？うん、そうだな。君はどう思う？私はね、かわいい。この空みたいにすごくすごく広いと思うの。嫁に来いよ、今すぐ。だってここでこうしてお兄ちゃんとお話しするなんて思ってもみなかったよ。かわいい。
だからね、先のことなんてわからないよ。お兄ちゃんが道って言ってるものだって、本当に道の形をしてるのかわからないでしょ。お兄ちゃんどうしたの？じっと見て。美しい。そなたはビューティフォー。そなたはビューティフォー。眩しいなって。すごい晴れてるもんね。そなたはビューティフォー。そうだね。でも君はやっぱり僕の斜め上を行くな。斜め上？それとも僕が頭が硬いのかな。そうだね、道なんてないか。僕がただ決めつけていただけか。お姉ちゃんは自由なの。自由すぎて不安だから道を探したくなるんだよ。そうだね、自由すぎても迷子になりそうだ。ねえお兄ちゃん、護衛のお仕事辞めちゃうの？働きたくないでござる。さあどうかな。今の話からすると護衛を断るって選択肢もあるんだよな。護衛のお仕事辞めちゃったらもう会えなくなっちゃうの？会う機会は減るだろうね。やめてほしいの？やめてほしいの？僕に。いるみるいらっしゃい。お兄ちゃんが、お兄ちゃんが辛くないならやめないでほしい。会えなくなるの嫌だもん。かわいい。お兄ちゃん？いや、なんか僕って嫌なやつだなって思って。大丈夫、やめたりしないよ。だってその、僕も君に会えないのは寂しいしね。お兄ちゃん大好き。くそー。くそいいな。なんだろう、顔が赤くなる。かわいい。天使。はい、ストーリーインザレイン。桃屋本舗さん制作のゲームでした。ありがとうございます。かわいい。クロちゃんかわいい。あれかな、自分で名前つけたからかな。よりなんか、よりいいわ。より感情移入しちゃうわ。エンディングさん。トゥルーエンド、ありがとうございます。雨のち晴れです。ありがとうございます。かわいい。やったー。トゥルーエンド見れたー。かわいい。ボタン押すんじゃなかった。はい、というわけで、ストーリーインザレインのトゥルーエンド見ることができました。ありがとうございます。よかったですね。クロちゃん、かわいい。ね、大人びてるね。今すごい子供なのに。やっぱ女の子の成長は早いんだな。すごく良かったです。もうタイトルのね、スクリーンショットにたがわぬ養生芸でした。すごく美味しかったです。ありがとうございます。あとね、三つエンドがあるうち、二個目のエンド見てないんで、ぜひね、それはご自身の手で見ていただけたらなと思います。ぜひね、よかったら、俺も見れなかったエンドを見てみてね。で、もしよかったら見てくれたら、ぜひ、コメント欄にネタバレお願いします。それを見て俺は、ほくそ笑むので。はい。でも最後ってバッドエンドなのかな？ 2 個目。わかんないや。トゥルー見ちゃったらなんかね、他の見るのなんか、あれだもんね。トゥルーで締めくくりたいってあるよね。なので、みんなに任せます。このゲームも、フリームというサイトでダウンロードできる、フリーのホラーゲームなので、誰でもできますので、ぜひ、俺の敵討ちを。お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。めっちゃいいゲームでした。また次の動画で会いましょう。お疲れ様でした。じゃあ